仲間といたから乗り越えられた今年の集大成。1年の締めくくり、母校の助けをかけた21人のランナーたちが一斉に宣言大社を飛び出していきました。3連覇を狙う優勝候補筆頭、名城大学高松智美無線美がレース中盤仕掛けました。全区間区間賞での完全優勝を狙う名城大学の前に待ったをかけるのは日本体育大学の2年生赤堀かりん。日本体育大学赤堀かりん、去年1区3位の選手が区間賞を取って名城大学の完全優勝を阻みました。名城大学の3年生和田が先頭に立ちました。たすきを取った時にはトップの日体大とは6秒差ありました。立命館のピダリンカの走りが止まらない。これで6人抜き、2位に躍り出てきました。立命館大学、大東文化大学、関西大学も抜いて2位に来ました。全日本1区2位の雪辱を誓った3年生、これが名城和田ゆなの覚悟。区間新記録更新なるか、更新なるか、更新です。区間記録更新です。5位の日本体育大学です。1年生の保坂春子が1つ順位を上げ、さらに前の中継所22秒の差があった関西大学橋原万と、なんと差はもう3秒前との差を詰めています。トップで襷を受け継いだ鴨志田未来3年生、母校エンジのユニフォームを着て走る初のこの駅伝、初めてエンジの襷を2年生山本へと渡しました。怪我で苦しんだ時に一度陸上からは背を向けようと思ったこともあるそうですが、4年生の加藤先輩に相談して日本一のチームで走れる特別な幸せを改めて感じたそうです。卒業する4年生へのありがとうの思いを込めて山本の走りが続いています。さあエースの鈴木にこのキャプテン秋山がどれだけ差を縮めて大東文化大学は襷を渡すことができるんでしょうか。笑顔で待つ初田理香スタート、13分55秒ほとんど同時、去年の自らの区間記録に並ぶようなそんなタイムで超えていきました。秋山優輝キャプテンから大東文化の大エース鈴木優花に襷がつながります。その差は果たしてどうか、手元の時計で1分41秒差、1分41秒。ここで大東文化大学が単独2位に上がりました。第一放送車から2位のライトグリーンが見えるようになってきた。エース区間で思わぬ展開です。大東のエース鈴木優花の姿が見えてきました。エースが突き進むはずだった3連覇への V ロード、さあこの後は1年生増渕優花が待っています。今名城大学がトップで襷をつなぎました。大東文化大学悲願の初優勝へ、関谷へ2位で襷を渡した。最後の最後に日本のてっぺんを見て大学駅伝を締めくくることができるんでしょうか。最高傑作と米田監督が言う最強チームに1年生で名を連ねた増渕優花、それにふさわしい走り、今たすきがつながりました。区間記録更新、名城大学トップでたすきリレー。苦しい1年を乗り越えて後輩たちから、加世田梨花先輩安心して卒業してください、今日はそういうメッセージかもしれません。尾張名古屋の絶対女王、完全優勝はなりませんでしたが完全無欠の3連覇、最強の証明、史上最強チーム愛知の名城大学、富士山女子駅伝3連覇、大会新記録、大会記録更新、2時間21分37秒。